ボクシング界が再び悲しみに包まれました。20歳の若さで将来を有望視されていた日本ライトフライ級ユース王者坂間佳南選手が17日にこの世を去りました。彼の死はボクシング界にとって大きな損失となりました。坂間選手はすでに世界ランクにも入っており、その素質と才能から将来の世界王者候補として注目されていました。彼の死去は突然で、詳細はまだ明らかになっていません。しかし16日に体調不良による棄権が発表されており、その後に彼が亡くなったことが明らかになりました。本来であれば坂間選手は今日18日に後楽園ホールで行われる LEMINOBOXINGフェニックスバトル112デオーク・ピョーラク選手との初防衛戦を予定していましたが、体調不良のためキャンセルせざるを得なかったのです。坂間選手はボクシング界における張本人と呼ばれる存在でした。彼の才能や努力は誰もが認めるところであり、彼の死去はボクシング界全体に衝撃を与えました。彼の父でありセコンドも務めていた一平氏は自らの SNS で彼の死を報告しました。一平氏は坂間選手がたくさんの支援や愛情を受けていたことに感謝し、彼の最後の戦いについて語りました。坂間選手は幼少期から格闘技に親しみ、その才能を開花させてきました。彼はボクシング界において驚異的な成績を残し、プロ8戦目で日本ライトフライ級ユース王座を獲得しました。彼はすでに世界ランキングにも名を連ね、将来の日本のボクシング界を背負う存在として期待されていました。彼の死去はボクシング界にとって大きな損失です。彼の最後の試合となった12月26日の試合後、アナコー・イチテル選手が試合中に倒れ亡くなったという悲劇がありました。このような連続した悲劇はボクシング界全体に衝撃を与えました。 JBC は事故の原因究明と再発防止のために事故検証委員会を立ち上げましたが、坂間選手の死去によりその取り組みがますます重要となります。彼の死去に対する悲しみと追悼のメッセージがボクシング界やファンから相次いで寄せられました。彼の功績と人柄は多くの人々に称賛され、彼の存在が今後も多くの人々に影響を与えることでしょう。今後の詳細については彼の所属先であるワールドスポーツの人下達也会長が18日に後楽園ホールで行われる興行の際に発表する予定です。坂間選手の死去はボクシング界に大きな衝撃を与えましたが、彼の功績と才能は永遠に記憶されることでしょう。